アイルランド出身のイギリスの指揮者兼作曲家、ハミルトン・ハーティによって1904年に作曲された。4つの楽章すべてに、アイルランド民謡の旋律を主題として用いているのが、特徴である、異タ調。冒頭、ホルンと弦楽器の掛け合いが終わると、第一主題である、エイブニング・ブライトが現れる。で、曲風の、この主題が低に登場すると、 木管、バイオリンへと受け渡されながら発展され、一つの頂点を形成すると静かになってクラリネットに第二主題であるザ・クロッピー・ボーイが登場する。このゆったりした美しい旋律もハーティーの巧妙なオーケストレーションによって様々に姿を変え、発展していく。木管やホルンの柔らかい響きが中心となって進むが、コーダに突入すると第一主題が、 突如全合奏で力強く奏され、断ち切るように終わる。変路長長、スケルツォ楽章にあたる。冒頭、バイオリンの加工音景に木管が応え、定期史の日の賑やかな街の様子を二つのリズミカルな、旋律、ザ・ブラックベリー・ブロッサムと、ザ・ガール、アイ・レフト・ビハインド・ミーを用いて描く。弦楽器、木管へと受け渡され、最後には打楽器群やトランペットのソロも登場し、 ひっそりと静まっていったかと思うと、ティンパニーの強烈な一撃で曲を閉じる。二短調、え、長調第一楽章冒頭の音楽が、弦楽合奏と、ハーブで穏やかに再現され、大ボイのソロでジミン、ジ自モマイルストアが歌い上げられる。弦楽器や、フルートも加わり、美しい対戦率も現れ、クライマックスを形成すると、再び大ボイのソロとなり、最後は長調に転じて、 弦楽器の美しい和音で閉じられる。二丁調。冒頭、縮小された形で、第一楽章冒頭の音恵が、弦に現れると、すぐに、大声ボエに、リズミカルな、ザ・ボイン・ウォーターが現れ、ハーティの優れたオーケストレーションにより、様々に姿を変えていく。金管群を含めた、全合奏で現れたり、木管のソロで姿を見せたり、小太鼓が登場して、 更新曲風になったり、弦楽器であや憂いを含んで登場したりと、舞曲風の主題は聞くものを、決して飽きさせない。やがて金管が、第三楽章の主題を吹き鳴らすと、再び覚えのソロとなり、弦楽器の細かい音形やフルートの旋律、小太鼓のリズムの先導でテンポを上げてゆき、踊りが最高潮に達してドラが一撃されると、金管に再び第三楽章の旋律が現れ、 急速なクレッシェンドとディミルエンドがあり、フルートとハーブと弦楽合奏の美しい和音の響きに沈み、そのまま終わると見せかけて、再び急激なクレッシェンドで最後の二丁調子和音になだれ込む。ありがとうございます。